だっけ？もうした。あ、押した。うん、いや、家の庭にパッションフルーツがなってるちゅうことで、もう落ちるから早く食べなさい食べなさいって言ってるから。そうそうそう、最高。あれどこだっけ、あれ落ちたの、どこだっけ、どこだっけ。目が、あ、ちょっと右端歩いて。あ、当たった。うん、映ってるね。映ってないみたい。ちょっと我がイエロー、イエロー落ちるのって。あれ、え、どう、指先確認。はい、オッケー。それ僕も映ってる。え、僕も映ってる。うん、僕半分しか。お、オッケーオッケー、はい。で、これ本当は落ちたら食べ頃らしいんですけど、もう僕明日、触ったら落ちる。明日帰るんで。ほら、これがパッションフルーツです。包丁ないとダメか、包丁ないとダメか、うん、包丁がないとダメか、うん、大丈夫だ。あのね、いや、あのこれでやる人いるよ、指で。そう、中身だけ食べるんです、これは。うん、食べられる。中身があんまりないかも。今鳴いてたのは鳩、うん、で、こうです。あ、小さい割れにあるやん。綺麗だね、どうです。うん、うん、なかなかでしょう。まあ、いい出来だわ。あの中田さんのもグッと言えたしが、うん、あっちは高級だから。うん、うん、これただだがね。俺中身だけですから食べるの。美味しいでしょう、うん、今時期だからこんなん少ないんだよ。時期じゃないからでしょ。時期ではないから。そうそう、10月頃やわんさか実がつく。ああ、そう。あ、じゃあもう通り、じゃあもう通り過ぎたのか。送るよ。えい、帰ってきてからの楽しみでいいよ。昔は。チンチンチンナポインマンチョコレットのチョコリパイプ。ああ。ずらしていい？ちょっと待って。うん。ああ、美味しかった。あのみかん映して。ああ、みかんもたくさんなってるんで、それを映せってことなんで。みかんはまたこれ、じゃあ別の動画にしようか。そうしましょう。今回はアンマー撮影のパッションフルーツの動画、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。確か町内放送で、じゃあこっちで救助して、あっちに、そういうことか。病院じゃなくて、ちょっとごめんなさい、よくわからないけど、すごいな。いや、もうちょっと寄りたいけどな。見学来てる方はこっちの漁港側にも何名かいらっしゃいますね。
しいらしいですよ、あのホバリングは。難しいって言いますからね。強い方が びっくりした。これ360度カメラなんですけど、顔映ってるけど大丈夫ですか？これも全方向映るんですよ。回らんでもこっちも映る、こっちも映る、あっちも映る。これ下も映ってるんですよ、こっちも。全く持ってるかな。これはまたあっちだけ映してるやつ。あれそうそうそう、はい、こっちはあれしか映ってないです。こっちはもう全体が映ってます。これはどこだっけな、これ秋葉原かな。まあこっちも秋葉原ですね。東京の人っていうか、まあ久しぶりに2、3年ぶりに帰ってきました。今東京で暮らしてます。球場の訓練ですよね。